ちょ、のっぺりぱくちょ。はい、どうも、演技ばっかりのみさきと、あかりと、つくしちゃんです。です。はい、すごいね、噴水の音がすごいけど、まあ、いや、今日、本日は、山形県長井市にあります、白つつじ公園さんにて、公演させていただいております。お邪魔しております。お邪魔します。あんたは前向いてなさい。あかりちゃんとイチャイチャするんじゃない。白つつじ公園の、かぶるなよ。白つつじ公園の、白つつじ紹介していきたいと思います。あたり一面白つつじなわけでございますよ。遊んでいきたいなと思っております。ぜひ楽しんでいただければ嬉しいです。それではレッツラゴー。はい、ゴー。カメラマンあかりちゃんやっていきますか。はい、見て見て、虹、噴水映ってる。虹の横でやらせていただいております。はい。で、こちらで神社さんがね、あります。はい。なんて読むんだっけこれ。天皇の脳に大きい。大きいって書いて。神社って書いて。なんかうん、神社って読みます。はい。なんか撮られる側さ、慣れてなさすぎてさ、どうしたらいいかわかんないんだけど、私今。辺り一面真っ白の白つつじでございます。真っ白です。なんだこの動画はって言われるよ。じゃーん。ごめんなさい、マジで今頭が働いてなさすぎて、湖みたいになってるんだ。湖っていうかちょっと川みたいになってるじゃん。これね、釣り子たちが遊べるようになってるの。だからここね、なんかこう石みたいになってこう下に降りれるようになってる。夏にはぴったりですね。飲んじゃダメよ、あんた。飲まない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 。白ツツジのなんて読むんですかね、漢字が読めないです。古い木。ツツジ公園を作る時の構想の原点は、うん、佐作の坊の鈴木七兵衛の畜産一面に畜山一面に植えられた白一色の琉球ツツジの庭園の美しさであった。明治29年。綺麗だよねこれね。めちゃくちゃ綺麗です。すごいさ、棒読みなんだけど、さっきからツツジってさ、イメージ的にはさ、赤とかピンクじゃない？わかります。ピンクじゃないですか、結構。え、そうそうそう。私の小学校の周りにもさ、赤とかピンクとかがあって、で、まあ、たまに白があるかなぐらいだったの。白ってあんまないですよ、ね。そう、あんまりなくて。で、こいつは白ツツジよりもね、あの草の方が好きなんで、草です、ね、ずっと草食べてる。なんか、白ツツジっていう白いイメージがあんまりなかったから、新しい発見をしたよね。ここに来て。ツツジって人生で一度は見つすいません。あ、す小学生とか下校中に。あ、す絶対す。なんなら花くわえて家に帰ってた。くわえながらこうやって帰ってた。絶対皆さんも人生に一度はあると思います。あるよ絶対。ツツジをくわえて帰る日に。こんな感じでね、川になってんの。すごくない？そうなんですよ、ね。私これ仕事じゃなかったら、ね、遊びたいって。結構みんなちっちゃい子遊んでましたねここで。飲んでいいのここの水って。遊んでる遊んでる、飲んでるけど、最近つくしがね、水で遊ぶようになったの。結構前までは水とかもめっちゃ嫌いだったの。シャワーはまだ嫌がるんだけどね。こういうのは平気なんですね。こういうお水とか、パフェのさ、桃流れてきそうじゃない。あら、また飲んでる。やめよ、それ。ここでね、一個やりたいことがあって、公園で遊びたい、つくしと。やりましょう。登れそうな遊具が結構あんのよ、つくしが。なんかいる。アメンバー赤いないよ。アメンボ赤くないの？アメンボって赤いんじゃないの？アメンボって赤いんですか？これを見てる皆さん、コメントに書いてください。あ、ちょっと落ちてる花びらが。あ、食べちゃった。あ、ちっちゃん。皆さん、これ落ちてたやつです。落ちてたやつ。米印落ちてたやつです。ゆうきさんからもね、忠告を受けてます。咲いてるやつ、取るのよ。こんにちは。子たちが今いるんだけど、本当はこの公園にちょっと遊びたかった。あれ？登りを相手に。いるかな？登るかなこの人。え、登らないですかね。わかんない。果たして筑島登り棒に乗るのか。最小年齢6歳から12歳。あ、じゃあ筑島6歳だから行きますね。あ、登った。あ、登った登った。あ、降りた。あ、降りた。登った登った登った。皆さん、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 皆さ
楽しかった、つくし。取れ高的にはなつくしはブランコは乗れるんですか。乗れなくない？乗れないですかね。こいつどう、すちゃんくの字になる。楽しい、すちゃん。めっちゃくの字になってるよ。こっち行かないよそんな二つも占領しない、あんたは。気に入ったみたい。あ、よかった。ほら、こっちに。ちょっと押さないでいいか。気に入ったみたいですね。気に入ったみたい。めっちゃ落ち着いてる。よかった。二人乗りできるんですかね。二人乗りチャレンジ。シュール、シュール、めちゃめちゃシュール。全身筋肉痛になりそうです。すごいね、今腕で全体重になってるからね。めちゃめちゃ筋肉痛になりそう。あれお願い。24時間テレビでちーちゃんが相葉くんとか吉田沙保里さんとかと勝負してる運転勝負のやつ。運転勝負、運転、運転、あれか。あ、違う違う違う、用途が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 違う。全然違う用途をされました。はい、遊んではいましたね。行かない、行かない、行かない。ごめんな、あんまり近づいてない。何してんの。困難と判断されました。うん、ちょっとちょっと厳しい。違うとこに行きましょうか。すごいね。私これ対象年齢過ぎてるからできない。3歳から12歳ですね、うん。3歳から6歳は必ず大人が付き添ってくださいということで。付き添ってるけども、付き添いが必須ですね。付き添ってるけどもこっちができない付き添いができないですよ。逆上がりとかさ、もう全然できなくて、いつだっけな、私できるようになったの多分小6手前ぐらい。こうやってサババババって回ってぐるんって回るのを何回かやってたら新幹線できるようになった。白つくじ公園、長井市を代表する花公園の一つなんだって。花公園で、ここには琉球株の白つくじが約3000株。3000株、そう、知りたい。で、すごいよね、なんかさ、冬景色だよね、もう。なんかこっちから見るのも綺麗だよね。わあ、綺麗。すごくない、ここ。すごい。なんか、あれだね、本当に憩いの場って感じがする。ここでお弁当食べたいです ね。お弁当広げて、お弁当広げて、みんなでこう談笑しながらね。うわー、素敵。やりたいね。見てください、この景色。あ、いいね。で、滝みたいなのありますね。見てくる、この景色。哀愁漂う背中。私は景色が好きみたいですね。いろんなとこ行ってもこう見たがる、いろんなところ。ずっと見てますもんね。そう、結構いろんな動画で言っちゃうんだけどさ、花もともとあんまり好きじゃなかったの。こういう花は好きよ。花束とかですか。うん、は好きよ。植わってる花、植わってる花って言い方があるんだけど、自然のものってあんまり好きじゃなかったの。あんま興味がなかった。そう、興味がなかった。いい例えしてくれるじゃん。だけどなんかこの仕事し始めて、いろんなとこ行かせてもらえるじゃん。好きになりました。じゃあ紅葉とかも。紅葉の何がいいのか全然分かんなかったんだけど、いいなと思って。年なのかな、年なのかな。なんかしんみりしちゃいますよね。え、そう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 。見て、めっちゃ綺麗。すごい、満開みたいな。ね、なんか本当に雪だよね。綺麗。淡雪っていう例えがすごい。すごいですね、ぴったり。あ、でもありがとう。
これをね、違うの、加えてほしいの。そう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 、食べちゃった落ちてるやつです。結構勢いあるんですね。ここずっといられるわ。うーん、ジョーンズに似てない？もう有名アトラクションのホニャララジョーンズに似てない？ジョーンズに似てますね。うん、アイジョーンズいいね、なんかこのさ、緑とさ、白とさ、水、この綺麗ですね。うん、この赤いの、これ何？モミジみたいだけど、めちゃくちゃ綺麗ですよね。ね、実これ何？なんかついてますね。ここが古木。完全に取れてる。たまになんか切れちゃってるやつが。やっぱあれなのかな。なんかあったりするのか。孫助の沖縄。ちなみにさっきのは緑化という種らしいです。緑化、うん、もみじ。長寿功労者横山孫助沖縄の像、長寿および産業の興進に優れた功績を残した方の、まあ、やつを末永く伝えるために旧長井町が、長井町が昭和5年、1930年だって。めちゃめちゃ古いっていうわけでもない、ね、ではないですね。うん、わらがかかってるじゃん。冬とかになるとまた別の、そう、すごいですね。木たちがねじれてるよ。ねじれてたりも、ちょっと折れちゃってるとこもあったり、うんね、こうやってさ重なって見えるとさ真っ白じゃない。真っ白です。ね、すごいね。桜梅とはまた違うさ感じだよね。こっちも本当にすごいです ね。満開はこれからってことだよね。多分これからですね、多分、ね。私たちはあの今日と明日、そうなんですね、5月の11日12日までしか参加できないんですけれども、ちょっとまたね来年とかもっと長期でね、これからいいね、咲きたてから満開までね見れますね。前日通して見れるからね、いいね。はい、ということで山形県長井市にございます白つつじ公園紹介させていただきました。すごい楽しかったね。楽しかったね。まったりのんびりとしたあの癒し動画をお届けできたらなと思います。癒されたなと思った方はチャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いいたします。大事なところで後ろを向くんじゃない、君は前を向きなさい私と遊んでるつくしちゃんをぜひご堪能くださいということで今日の動画これにておしまいにさせていただきたいと思います。どこどこで見たよとかね、最近コメントいただける機会が増えてね、私とても嬉しく思います。インスタとかで、TwitterX ですねの方から連絡いただける方増えておりまして、めちゃめちゃ嬉しいです。見たことあるけど送れてないよという方、この動画見たらねぜひ送っていただければ嬉しいです。また次回のね動画もお楽しみしていただければと思います